三角寺は、愛媛県四国中央市カナダ町三角寺75に、ある高野山真言宗の寺院。湯霊山、自尊院とゴース。本尊は11面間世音。四国88箇所霊場の、第65番札所。本尊真言、音マかキャロにキャッソワかごエいか、恐ろしや三つの角にもいるならば、心を、魔六寺比を年税予計代の背後にそびえる平石山と、 竜王山竜王山の中原、標高355メートルあたりにあり、かつてはかなり厳しい山道を登らねばならぬ難所寺であった。さらに、大地蔵の参拝には、背後の方王山脈のピークの平石山の東尾根の地蔵峠を越えていかねばならなかった。現在でも、段差の大きい73段の石段を息を切らして、登り、 二王門をくぐって、審判を受ける伊予の赤書寺で、伊予国の最後の札書である。辞典によれば、天平年間に、聖武天皇の直眼により、行記が未六浄土を具現化しようと、回帰したとされる。その後、公認六年空海が来訪した際に十一面観音を刻んで本尊とし、さらに、不動明王を刻んで三角形の五ま弾を築き21日間。 幸福ゴマの秘宝を施したとされる。この幸福ゴマは、この地に住む悪い竜に対し、空海が農民のために水を提供するように約束させたもので、このゴマ団の跡が、境内にある三角の池の中の島として現存し、寺院名の由来とされる。また、佐賀天皇が本尊を深く信仰し、寺業三百長部を貸しし、同等を建造したとされ、 王子は十二棒を持ち、七道ランを備えていたという。天正九年の長祖壁も土地下軍の陛下で、本尊以外は消失したが、サビ本の四国ペン霊零上記には、単層の本堂、弥勒堂、陳珠堂、栗が描かれていて復興している。現在の本堂は二層で、その後の開園二年に再建されたもので、昭和四十六年は、基礎部分の木造をコンクリートに変更し修復した。 現在は農協所に本人が申し出ると借地を授けてもらえる。また、腹帯も扱っている。大使堂と延命地蔵、菩薩境内下の駐車場から見上げるような石段を登って、釣り金がかかる山門を入ると右に農協所があり、左に進むと右手に、別罪店のある三角池や薬師堂、一番奥に本堂がある。大師堂は本堂手前の右の丘に立っている。 県指定有形文化財60年に一度講師の年に開帳される厳格な秘物で、前回は昭和59年である。造庫168センチメートルヒノキの一木造りで、天眼の直下の実、六章彩りで、髪全体は、木栽されたは、失白が施され、顔は重厚で体は厚く張りのある力強い感じで10世紀も早い時期に作られたものである。 国の史跡本堂の前に58丁席、地蔵峠には、中塚佐模平の通夜を進める21丁席が、左側に、首のない地蔵が右側に、樹齢200年の馬場の桜、八丁に、不動堂、四丁に不動滝への道と直接寺への道の分岐で、史跡指定はここまで。鉄道橋道路金高山千隆寺千隆寺を、山椒三度、立大寺三度、 立大師工房大師が通りかかった時、子供たちに栗を一つもらったお礼に年に三回意味を与えようと言って去った。それ以来この辺りの栗は年に三度身をつけるようになった。その後、葬儀奉仕が週に谷の芝栗そぼ濡れて我が祖で濡らす馬の関盛と呼んだ。三栗山地蔵院、本尊地蔵菩薩立像、左脇仏、工房大師、場所、 四国中央指導井長期の川集会所前、四国八十八箇所六十四前紙でえら六十五、三角寺六十六運ペン字。ありがとうございます。